皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは稲森流コンパというテーマでお届けいたします。コンパという言葉をあなたはご存知でしょうか。簡単に言うと飲み会のことをよくコンパというね、いう呼び方で言う人がいます。まあ、最近ではね、あんまり使わないかもしれません。それで今日は、京セラの稲森さんのですね、本を紹介したいと思います。実際に書いた人は違う方なんですけども、まあ、いろいろとこう、京セラのことをですね、取材していると、どうも稲森さんがコンパ、っていうね、言葉はよく使うと。なんか、どういうことなんだろう。飲み会。まあ、よくね、ノミニケーションなんていう言葉がありますけども、まあ、きっとノミニケーションのことなんではないかなと思ってたらしいんですけども、それにしてはあまりにもコンパという言葉を使うと。まあ、そこで、こう、一体それはどういうことなんだろうって言って取材に行ったところですね、なんと、京セラの本社、京都にありますけども、その12階に、畳100畳ほどのですね、和室があると。で、そこでどうもですね、コンパ、飲み会をやっているということが分かったそうなんです。で、決まってですね、式を通じて、食べる料理はなんか鍋なんですって。理由は簡単です。全員というかね、同じテーブルの人が一つの鍋のところに箸をつつく。というね、同じ鍋に箸をつっつく。まあ、それだけでも仲良くなってしまうと。まあ、それがですね、メニューが鍋だというね、理由らしいんです。で、今日を紹介するのはこちらの本です。ごめんなさい。今回はね、電子書籍なんで、iPad でこう映してますけども、ちょっとね、映り込んでますね。稲森流コンパ、最強組織を作る究極の飲み会ということでね。はい。見えますでしょうかね。酒を飲み交わすのです。心をさらけ出すのです。はい。京セラ、躍進、JAL 復活を支えたコンパ経営というね。もう、おそらく、こう、ノミニケーションとか飲み会について書かれた本っていうのは、そうそうないと思うんですね。で、そうやって考えると非常にですね、稀有な本だとは思います。で、この本は実は私まだ全部読んでないんですけど、ようやく読み始めました。で、ここをちょっと冒頭のですね、ここ読んでみますね。従業員の考え方、組織のあり方を大きく変貌させる。なぜ部下と心から分かり合えないのか。なぜ組織がこんなにもまとまらないのか。若き稲森氏は反問し、そしてコンパを生み出した。これまで解明されずにいた稲森経営の深部に潜るというですね。ちょっと、こう、ワクワクするようなね、感じです。飲み会なんていうのはね、もうやってもしょうがないと、ノミニケーションの時代ではないという人も、そういう経営者もいらっしゃいますけども、もしかしたらまだまだやり方によってですね、ノミニケーション、コンパっていうのは、その会社、社員のですね、一体感を生み出すには、非常に有効な手立てなのかもしれないと思っております。私これから最後まで読み進めたいと思いますけども、ぜひですね、また読み終わったらですね、こちらで、少し内容を紹介したいと思いますので、お楽しみにしてくださいということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。